北口土家駅は千葉県千葉市緑区土木町にある東日本旅客鉄道外房線の駅である。外房線内の駅で標高が最も高いところに位置する。駅名は周辺の地名に由来する。土家の読みの由来は大網からの長い峠を取って時計となったという説もあるが真偽は定かではない。周辺は南関東がスでと呼ばれる。 水溶性ガス田の範囲内であり、古来天然ガスが輸出する気配を示す土地は、土家と呼ばれ、これが地名由来と考えられている。現在は、島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を有する。非電化単線だった頃は、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線で、あったが、電化伏線時に相対式ホーム二面二線となる。さらに、 京上駅舎下に際して現在の配置となる。京上駅舎ではあるが、南口側は地表面レベルに出入り口がある。北口の道路へ出るには階段かエレベーターを経由する。このほかエレベーターはコンコースマイナスホーム間に設置されている。また、ホーム、大網型の階段に上りエスカレーターが設置されている。疎外機管理の業務委託駅であり、自動改札機。 指定席券売機が設置されている。緑の窓口は2013年2月4日をもって営業を終了した。鎌取駅委託課前は同駅の非管理駅であった。発車メロディは定築性が使用されている。2020年度の1日平均乗車人員は9979人である。外房線内では千葉駅、蘇我駅、鎌取駅に次いで4番目に多い。 JR 東日本及び千葉県統計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り駅南口にはワンンハドレッドヒルズで有名なアスミが丘ニュータウンが広がるアスミが丘周辺は豊かな森林に囲まれ千葉県内最大の森林公園である千葉市昭和の森公園にも隣接する駅北口を出るとすぐに 千葉県道20号千葉大門線である。北機美術館千葉市、昭和の森公園特記以外は、千葉中央バスによって運行されている。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。